おしっこしやな。よし、行ってくる。バッジが初期メンバー1ヶ月後、2ヶ月後、6ヶ月後、12ヶ月後、24ヶ月後なんですよ。だから6種類描きたい。だから一応このキャラクターモチーフが実はあって、このキャラメイクするときにアイマスの星井美希ちゃんをイメージしながら作ったらこうなったんですよね。でこれ実は緑じゃなくてちょっと黄緑気味なんですよ。あ、ちなみに僕知ってる方は知ってるかもしれないですけど、僕中学の時美術1取った男なんで、才能の方は、すいません、許してください。できた!初期面バッチこれでいい?これも年をいる?どんどん年取ってくようにしよう。初期面は赤ちゃんにしよう。お口はまだそんな大きくなくていいんだな。お口はあれか。おしゃべりにしとくか。こんな形の、キッタンみたいな形のやつに、青ひげ。あー、見えるな。そう見えるな、確かに。かわいい。よし。これが初期。次は、1ヶ月後。だからちょっと成長させたい、これから。僕の考える幼稚園でいきますよ、じゃあ。活発な感じの目にしたいな。桜桃子先生リスペクトで。よし。これが1ヶ月の絵。次、2ヶ月。2ヶ月ってそんな変わんないよな。もう、小学生行っていいね。小学生行って6ヶ月で思春期入って、12ヶ月で大人になって、24ヶ月おじいちゃんになってほしい。小学生に入ってちょっと、今までね、こう、ハッピーに育ってきたけど、そろそろちょっとこう、闇に染まってきてほしいね。で、この辺になると、もう、だんだん陰キャの道を突き進んできてるから、口もだいぶ、あんま話すことがなくなってきてるから、口角が下がってくる。下がりきってはないんだよな。ほぼ平行、ほぼ平行で。あとなんか、子供っぽさが欲しいな。一応小学生だから、運動会、鉢巻き加工。集団にいるはずなのになぜか集団じゃない感じがする子ね。僕の話やめてもらっていいですか?これが初期面、で、1ヶ月後。で、2ヶ月後。いいね。思春期なんで、赤とかそういう色、赤黒い色好きそう。精を出したいんですよね。ちょっとこう色気づいてるというか、女の子の目線をちょっと気にしててほしい。ワックス、ギャツビーね。ワックスの入り口はみんなギャツビーですからね。制服の、やってた。きちー!やめてくれ!二つ穴の白使ってたな。やってた。まさにやってたわ。なんすかね、クール系に憧れてるからまっすぐだな。無口がかっこいいと思って、数年後後悔しそう。無口、無関心。他の奴らと俺はちょっと違うんだっていうのを出すことがかっこいいと思ってそう。そんなもんだな。よし。あと12ヶ月と24。12こそ今のやつ。まさに今のやつがいい。忘れがちですけど、これ一応モデルが星井美希ちゃんっていうのを、皆さんお忘れなきようお願いします。そういえば今日熱盛やってて、新しい住人の子を探しに行ったんですよ。一人引っ越したんで。そしたら口調がね、星井美希と一緒で、あはっていう子いたんですよ。即スカウトです。完璧。おじいちゃんって、どう書いたらいいの?なんかおばあちゃんっぽいんだよな。シミ、難しい。シミ難しいなぁ。あー、でも急に老け込んだね。こんなもんすかね。OK。これが24ヶ月。これで、バッチ終わったんですよ。絵文字がね、とりあえず今4つ作れる。何がいいですか?使いやすいやつがいいですよね。僕しょっちゅうトイレ行くんで、トイレ中ってのがわかるのは1個欲しいな。これわかる?トイレってこれで。わかるならもうこれでいいや。挨拶的、こんにちはってやつか。確かに挨拶いいかもな。おはようございますって言うよりも、絵文字1本の方が気が楽ですもんね。よくないか、これは。この配信で、嘘だ。制作ペース、これが学習ですよ。僕は単純に絵描きとしての才能を開花させていただいたかもしれないですけどね。このペースやったら多分来年やばいですよ。コミケ進出するかもしれん。最近見てるから鬼滅の同時に出すかもしれん。オープニングに出てるイノシシの方が全然出てこないですけど。あの子すげえ楽しみにしてるの一向に出てこない。僕の尿じゃないです。水です。安心してください。じゃあお子様が見ても大丈夫っていうのを売りにしてるんで。老若男女問わず見ていただけるように配慮してますから。なんすかね。よくやるゲーム。バイクだったり、FPS だったり、ダクサだったり。GG? グッドゲームいる?惜しいとかなんか励ましっぽくていいな。私のお母さん誕生日。おめでとうございます。おめでとう作るかじゃあ。でもなんか今、YouTube プレミアムでしたっけ?なんか今1ヶ月無料らしいんですよ。なんでこのタイムでぜひ。プレミアム無料で入ってメンバーなってください。メンバー無料でなれるらしいんです、今なら。よろしくお願いします。動く、なんか自負もいけるらしいんですよ。はい、僕は自負派だったのに自負って言ってしまった。世界がどれだけ自負で行こうと、僕だけは自負って言い続けるから。なんか昔のプリクラの落書きみたいなの、これ。チャリできた思い出す感じ、この。やべ、雷鳴ってる。やばい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 。やばい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 。
僕のおへそが取られちゃうによ。へそ取られて困ることなんかないですけどね。よし、できた。なんかしますか、じゃあ。いきますか、田中さん。出陣。あーやばい、雷、雷。やめて。うっ。あったあったあった。うわ、ばばばばばば。やめて。やめて。パソコン壊れちゃう。ちょ、待って、パソコン壊れるか。落としていいか、これ。怖くなってきた。ちょっと雷怖いんでしょ。一旦落としますわ、配信。すいません、急ですが。ありがとうございました。また何かありましたら、配信開始するんでよろしくお願いします。では。